はいどうも高野です、えー、今回は、えー、ラルクアンシエルのですね結成前から、えー、伝説のファーストアルバムデューンの直前までというですねだいぶ相当ラルク好きの人の中でもですね、えー、マニアックなところを攻めていきたいと思います、えー、皆様よろしくお願いいたしますじゃあ早速ですね話していきたいと思うんですが、えー、まず結成までのね話をするにあたって、えー、血鬼人のテさん をですね、えー、哲さんに、えー、まず話していいいきたいと思まますでまず高校時代にですね、えー、プリズナーというバンドに途中から、えー、加入しますベースとして加入されますそこでですね一番最後に加入したにもかかわらず、えー、まずバンド名を勝手に変えると、えー、プリズナーからバイストンウェルというですね、えー、サンライズというです、えー、会社が作ったアニメ えー、バンダインの中に出てくる言葉バイスティンウェルというのをですね勝手に解明してしまうというサンライズっていうのはあのガンダムでおなじみの会社ですね相当だからやっぱり、えー、ガンダムが大好きということで、はい、バンド名まで変えてしまうというところですねでかつ、えー、オリジナルもちょこちょこやってたらしいんですが、えー、デッドエンドが好きなのでデッドエンドのコピーもしようとか、えー、オリジナルもあの俺が作った曲をやろうみたいな感じですねあのどん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 、えー 哲さんの、えー、思惑通りのバンドにどんどん仕上げていくというようなさすが最初からあのリーダーというか、えー、政治力がある活動をされていくわけですが、まあえー、それに伴ってですね、えー、哲さんより前にいた、えー、ギターとドラムが抜けたりとかいろいろな入れ替えがあった中で、まあ、一瞬ケンちゃんもヴァ、えー、イス・のウェルに入っていたことがあるというあの伝説のバンドですね。ラルク以前にも えー、てっちゃんとけんちゃんはバンドをやって一緒にやっていたというところではい、えー、それがだいたい高校在学中だったらしいので、えー、86年7年ぐらいの出来事なんだと思います、はい、それでですね、えー、そのバンドは、えー、最終的には自然消滅をしてしまうそうなんですが、えー、当時のギターの方と共にですね、えー、滋賀県から大阪の方に引っ越すことになりますこれに高校卒業 のタイミングですね大阪ではレコード屋さんが主にということでバイトをやっていたようですその中でいろいろな人と知り合ったりする中で初期のねギターのヒ i さんという方に出会いますで t さんとヒ i さんでルックスが良くて曲がかっこよくて才能がある。 えー、4人組ぐらいのバンドを作ってやりたいというものすごいハードルの中で、えー、出会うのがジェルサレムス・ロットという、ね、バンドを組んだ直後の、えー、ハイドさんとドラムのペロさんに会います。で、えー、当時はなんか今ある文化かちょっと分かんないんですが、えー、セッション大会という,こうバンドの、ね、持ち回りで。 セッションをやるような文化が当時の大阪にあったらしくてその中で、えー、最初のオリジナルメンバーの4人が出会いますでその場で、えー、らこのまま一緒にバンドを組もうということでね哲さんがあのハイドさんペロさんに持ちかけるんですが、えー、直前に、えー、バンドを組んだばかりということで、えー、初回は断られます。えー、それが90年の 中その後、えー、ハイドさんはジェルサルムジェルこれ言えないなジェルサレムスロットを、えー、90年12月から開始してライブをですね、えー、結果的に91年翌91年の3月7日までやられるわけですが、えー、その間のライブ何本ぐらいだろう56本に対して全ててっちゃんは最前列でライブを見に行く、えー、終わったら感想を言いに行くのではなく、えー 一緒にバンドやらへんかと、えー、ひたすら誘い他のメンバーがいてもお構いなしに誘い続けるというねあと電話も、えー、平日もねバンバンしてたりとか、えー、ハイトさんに対してめちゃめちちゃゃのスーーカー化が始まりまりす、えー、結局それにですね折れる形というかあの、まあ、バンド自体がうまくいってなかったりとかそのセッションでの感触は実際によかったということでですね、えー、翌年91年の2月頃にですね、えー、改めてスタジオに入って。 結成にななるとというようよことですねでバンド名の「ラルク・アン・シェル」というのもですね、えー、当時鉄さんがつ、えー、けた名前です、はいまああの。バンド名に関してはいろいろ小説があったりするんですが、まあ、辞書を見てとかあの喫茶店がそういうね「ラルク・アン・シェル」っていうね喫茶店があったとかいろいろありますが語呂、えー、で、えー、と選んだそうです。はい、でというわけで、えー、と第1期「ラルク・アン・シェル」というか最初のオリジナルメンバーが、えー、ボーカルの「日で。 ですね、あのハイドさんなんですが当時は直前はヒデと名乗っていたそうですヒデと書いてハイドになったのが多分ナルクアンシールの初期の、えー、一発目のライブの時にはもうハイドだったのかな、はい、表記はヒデでベースのテスさん、えー、ギターがヒドさん、えー、ドラムがペロさんの4人組で結成されました2月結成で、えー、初ライブが91年の5月30日これがナンバーロケッツで対バ、えー、形式のライブになります対バ、えー、っていうのはですね えー、通常バンドはですねあのアマチュアバンドは、えー、なかなかこうブッキングに対して、えー、お客さんをたくさん呼べないワンマンライブができない、えー、のが前提ということですね、まあ、4組とか5組とか、えー、もっと多い時はありますが、えー、それぐらいで集まって、えー、とライブをやるとそこで集客を見込むっていうのが基本なんですが、えー、その裁判ライブで、えー、とラルカンシールだけで130人呼んじゃうっていう。 あの伝説を残しますこれは相当すごいことだと思いますね、えー、それぞれねあのやってたバンド前のバンドでね有名だったりとかそこの執着があるとは思いますが、えー、スタートの段階からとても、えー、周りからも期待されてた、えー、バンドだったということが伺えます、えー、まずですねあとそこでですねまずその最初のファーストライブに至るまでに えー、ライブのブッキング用のデモテープを、えー、作っています。これが多分初めてのダルカンシールの音源ですね非公式なものですが、えー、こ,このライブのブッキング用デモっていうのはこれ,これも今もあるんですがライブハウスがですね、あのー、誰彼構わず えー、ライブ出しちゃうと、まあ、ちょっと問題があったりする場合がありますので事前にそのデモテープという、えー、音源を取ったものをね聞いて、えー、ライブに出る出ないとか、えー、このバンドとこのバンドが、えー、対バン合うんじゃないかなっていうのの目安になるテープをね作ってる場合が多いんですが、まあ、その時のデモで、えー、作ったのが「I'm in paint nostalgia」っていうね2曲入りのデモテープを作ります。えー、どちらもヒロさんんの曲なんですが えっとですね、あのー、まあそれこそ YouTube とかにね当時の音源が、えー、海賊版みたいなのが、ね、出回ってたりとか、えー、ありますが、まあ、簡単に言うとものすごい激しい曲と、えー、ラルクの中でも静かめな曲をやってます。これもですね、あのー、後々たくさん出てきますが鉄さんの、えー、当時からの戦略の一つとして、えー、その白と黒というかあの対比のあるものを聴、えー、かせて幅を持たせるというか。 そういったところのね、最初から戦略的なところがあります。はい。これが、えー、ブッキングのデモですね。で、えっ、ー、と、5月30日の、えー、初ライブを無事に、えー、終えまして、翌月からは、えっ、ー、と、6月27のライブであったりとか、えー、その後が8月かな。で、9月にワンマンがあったりするんですが、えっ、ー、と、それまでですね、月1のライブをやります。これも 哲、えー、さんの戦略であったりとかしますが、えー、とと当時というか今もそうですがアマチュアのライブで、えー、と売り出したいとか、えー、人気出したいっていう、まあ、実力のあるバンドで、えー、はですねほんと週1のライブとかやってるバンドも少なくないぐらい当時も今も、うん、結構ベタな戦略の一つの中で月1回のライブでかつですね、あのー、当時の文献を読みますと、うん、お話を聞きますと。 演出、えーまあ、曲に入る前の、まあ、SE があったりとかするんですがそういった演出とか衣装とかっていうのも基本的に1回しかやらないあの同じことを2回やらないかったりするらしかったのでとてもですねそのこの1回を見逃すと次は2ヶ月後だし、えー、とこの1回を見逃したら同じ演出に二度と会えないぞみたいな感じで情報をだいぶね遮断することによって、えー、ライブに対するこう飢餓感とかを煽るっていうこれもだいぶ高度なね テスさんの、えー、バンドのマネジメントが、えー、あったと思いますそういったところも含めてですねなんと,、えー、と初ライブから4ヶ月この9月27日に、えー、同じく「ナンバーロケッツで」で、えー、ワンマンをやってしまいますこれも相当伝説ですね、えー、最初のライブからですねそのワンマンまでは、えー、いろいろ試行錯誤が見れたようで当時 MC は全くなく 曲のタイトルをぼそっとハイドさんが言うぐらいの、ね、静かな、えー、ライブだったようなんですが、えっと、この頃にはですねだいぶ MC で「あのー、暴れろ!」とかですね「あのオラオラの」の今,今もちょっとあんまりピンとこないようなそういった「煽る」系のですね MC をやっていたようですでここのワンマンで全12曲を演奏して動員が300人ということでですね えー、これも伝説というかあのもう最初からラルカすごかったというようなところですね。はいで、えー、もうこの頃にはですねあのメジャーレーベルからも、えー、とお誘いがねでに来ていたようです。えー、ただ、えー、とメンバー主に決算からするとですね、まあ、曲がしっかり固まってないとか。 えー、単純練習が足りてないとか、えー、戦略プラス、えー、戦略でね十分執着は見込めてますがそのまま天狗になる子はせいですね、えー、すぐに、あのー、そういったメジャーとかにね飛びつくのはよ,よろしくないということですね、えー、そういった部分で、えー、断りを入れています、はい、そしてですね、まあ、その後もコンスタントにライブをやりながら、まあ、曲を固めていこうということで91年は主にねあの特別ね音源を出したりとか。 事務所に入ったりとかせず半年間駆け抜けていきますはい12月31日にですねロケツで年末のライブを終えて92年3月までですねライブをせずにいますそれでですね3月のライブでまたロケツから始まるんですがここでですね一番最初の公式のアイテムになるのかなビデオ「ラルクアンシエル」というのを500本限定で配布ですね えしますライブ限定で配布されると、えー、全3曲入っていますこれはだからえ今でいう MV 集みたいなものを自主制作ということで出しますこれもですねあの発売の経緯としては、えー、ビデオリリースが目的だったわけではなくてですね、えー、当時ナンバーロケッツ自体が、えー、とレコードのレーベルを持っていて、えー、そこで CD を出さないかと。 いうようなところで、えー、と声がかかったらしいんですが、えー、と先ほども言ったように、えー、曲が固まるまではそういった動きをしたくないなという、えー、当時のメンバーがまあやんわり断ったところで CD がダメなら、えー、とビデオはどうだとでビデオも販売したくないということで、えー、話をしてじゃあ無料の配布義グにしようっていうところでなん、まあ、そういったところで、ね、折れて。 えー、結果的には折れたっていうところらしいんですがそこでビデオを出していますでそこからもコンサートに4月5月と、えー、ロケッツとか、えー、で、えー、とライブをやってますねで東京とかえ千葉かな最初は千葉とかだと思うんですが、えー、そういったところ地方にも出ながら、えー、とライブをして徐々にあの少しずつ、えー、動員を増やしていっていますで、えー、まあそっということでですね、えー、その 半年のの中でで、えー、今度はインディーズレベルのですねナイトギャラリーという、えー、ところから、まあ、関西の方では多分まあまあ大手なインディーズのレベル当時だったと思うんですがそこで、えー、とアルバムを作ろうということで、あのー、1年経ったっていうところもあ,あるんでしょうが、えー、正式に、えー、そういったスケジュールが組まれますなんですが、えー、とそのタイミングですねレコーディングの1週間ぐらい前に ギタ、えー、ーの HIRO さんの方で、えー、脱退の申し出がありました、いろいろ諸説あるんですが、ですね後のザ・ハイドという本でですね、まあ、ハイドさんは、まあ、俺が原因なんじゃないか、まあ、なかなか馬が合わなかったみたいな話をされていますが、えー、真相はちょっと定かじゃないんですが、HIRO、まあ、さんが脱退すると、えー、で最終の、えー、脱退のライブが92年の6月12日にナンバーロケッツで、フルスのナンバーロケッツでありました、でその日の打ち上げの、えー、夜の席で、次のギターはどうしようかというこ。 ところですね、えー、そのまま「ラルク・アン・シールは」はすぐ動かそうというところですね、えー、何度かデモテープとかで、えー、てっちゃんからメンバーはねあのケンちゃんの曲を聴かされていたことがあったのであのデモテープの幼なじみの子がいいんじゃないかなというところで、えー、ケンちゃんにまた、えー、白羽の矢が立ちます、えー、当時はですね夜に、えー、打ち上げで、えー、ケンちゃんがいいんじゃないかと盛り上がったところで朝になるまで待ってですね、えー、寝込みは襲わず。 朝,朝方を襲うということですねケンちゃんが無事に勧誘、えー、で、えー、そのギターとして2代目ギタリストとしてですね、えー、ケンちゃんが加入されますで直後に、えー、レコーディングがあります、えー、ほんと1週間前だっていうところでお話してたので、えー、だいぶ切羽詰まってた、えー、加入だったと思うんですがこの1週間でやっぱりレコーディングをするっていうそのバイタリティと行動力がやっぱりですねすごいなぁと思いました。 というわけで、デューンはですね、最終的に、えっと、3, 3パターンあります、えー。デューンの幻のですね、そのレーベルナイトギャラリー版と、えー、発売されたデューン、デンジャークルー版のですね、えー、初回版と通常版と、あ,、まあ、あとはその10周年記念ということで、4枚デューンがね、えー、幻も含めてある中で、えー、最初のデューンを、えー、レコーディングします。これが大体だから6月の中旬ぐらいですね、92年の。 はい、でかつ六6月25日にはもうですね新宿ロフトでけん、えー、ちゃんが早速、えー、ライブを行っておりますけんちゃん加入が、えー、92年の6月25日ですねナイトギャラリーでですねディンを作るんですがミックスの直前ミックスというのはですねもうあとは音のバランスだけを決めて、えー、マスターというですねあの CD の、えー、元になるものをね もう要は完成間近で、えー、てっちゃんがですね、まあ、そのレコーディング中のもな,なかなかのね、揉め事とか、あとはその、けんちゃんが、まあ、なんだかんだ、レコーディングが無事終わったとはいええー、直前で入って、突、え、貫、ー、だった部分もあったのかわかりませんが、えー、直前で出したくないというようなところで、えっ、ー、と、レーベル側に話をしましたが、えーまあ、費用とかの面でですね、なかなかそこら辺は難航しまして、えー、最終的に、えー、11月25日、 「フラッツ・オ、え、ブ、ー・ティアーズ」と「ヤソーカ」というですね、えー、8cm のシングル要はこれがファーストのシングルにな,な,る,なるんですが、えー、これを予約で、えー、と販売することになりました、えー、だいぶこれはね、えー、とメンバーも納得がいってない、えー、様子でしたこれは何かっていうとですね、えー、その要はアルバムを作る上での出てしまった費用で 費用をですね、ペイするために、えー、とお金が払えないということでですね、メンバーが、えー、その中の数曲を、えー、シングル化して、えー、そこでの売り上げで、えー、とアルバムの制作費用をペイしてくださいと、えー、要はその借金にならないようにね、えー、そういう落とし前をつけてくれっていうところで、えー、レーベルと話し合ってこのシングルを出します。えー、これが予約ででなんとと完売すするというですね えー、とってつもな、ね、いまだまだ伝説を残してしまうわけですが、えー、これの売り上げを入れてでも、えー、ちょっとレコーディング代がペイできないと実際の金額が200万とか300万とか言われていますが、えー、ペインができなくてですね、えー、これが25日に販売されて2627ぐらいで。 残りの2 3 0 0万が今月中に準備ができないんであればもともと撮っていた音源流の方を発売するしかないよということで、えーまあ、簡単に言うと脅しがね入るわけですがうーん支払うね当てがなかったということでこれはもう出すしかないのかなと途方に暮れていた頃ですね28日か29日頃らしいんですが、えー、てっちゃんがおうちに弾いていた 電話ですね電話回線「ラルクアンシエルコンタクト」というですね、えー、電話のえっに「大、えー、いデンジャークルーの大石ですが」ということで、えー、と電話があります、ね、この時からも奇跡はもう始まっているんですが、えー、これはねどういった電話かというと,、えー、とデンジャークルーっていうのはですね、まあ、今も入っています所属事務所の、えー、大手の、ね、要はメジャーレーベルの事務所の方からスタッフさんから電話があったということですね。えー 事前にですねあの、よくその「ラルカンシェン」で音源こそ出さないものの雑誌で例えば「ロツキン F」とか、えー、そういったところに取り上げられていたわけですが、えー、そこのですね えー、ライターの方かなスタッフの方に、えー、となんか音源ないのかっていうところで、えー、とこっそりあの、まあ、ブッキング用のものなのか、えー、また別な、ね、練習用のデモテープなのか分かりませんが、まあ、一応あることにありますよっていうことで、えー、音源を誰も聞かせないという約束で、えー、渡していたそうなんですがです、ね、それをです、ね、あの思いっきりその方はあのいろんな人に聞かせまくってたということで,です、ねえーまあ、ある意味ラッキーなんでしょうけど、まあ、それを聞いた、えー、デンジャークル側の大石さんが電話をしてきて、えー、と会いませんかということでてっちゃんの方 がえー、その電話を受けましたで、まあ、ある意味そこにちょっと勝機を見いらしたてっちゃんはですね、えー、すぐ行きますということで、えー、メンバーを全員あのワゴンに乗っけてですね東京にすぐ翌日ぐらいに行きまして、えー、とそこで今置かれている状況その、えー、お金がペイできなくて、えー、かつレコーディングは、えー、やってしまったんだがリ,リリースがしたくないというね話を、えー、と大石さんの方に話をすると。 えとじゃあ改めて、えー、とうちでレコーディングをし直さないかというところの提案と葵、えーまあ、さん自身が関西出身ということで、えー、とナイトギャラリーのね、えー、社長さんとも顔が、えー、聞くということで、えー、丸く収めていただいて、えー、なんとかそのデューンのね、えー、第一発目のデューンは発売をしなくて済んだという、えー、ことなきを得ると。 いうようよななことになります、まあ、実際の打ち合わせではそのじゃあ92年の,その11月末にその話し合いが行われてじゃあ、えー、と年明けから、えー、改めて、えー、レコーディングをしましょうというところでデ、えー、ューンの2回目のね、えー、鳥居の、えー、スケジュールが抑えられます、えー、なんですが、えー、またしてもですねこれがデューンの呪いと言うべきなのがですね、えー、レコーディング前に今度はドラムのペロさんが、えー、脱退の申し出をされます。えー、これはね えとペロさん自体が、えー、そのナイトギャラリーの,そのスタッフさんとか、えー、会社の方と結構会っいたう噂もあったりしていろいろあって脱退を申し出たということで、えー、とすぐにですね12月30日に、えー、とペロさん脱退のライブが行われています。 その年末から年明けにかけてですねそのレコーディング前ンじゃドラマは誰がいいかなということでさくらさんの方に今度は白羽の矢が立つわけでございます。そういったところで怒涛のですね90年91年92年と目まぐるしいスピードでラルクアンシエルを取り巻く状況がどん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 変わっていきましてこの後ですね伝説の「 d u e ンというねアルバムが出るわけですが、えー、ここまで聞いただけですね、えー、すごく奇跡的な、えー、瞬間瞬間を、えー、積み重ねていって d u e ンができていって、えー、ラルク・クアンシエルは結構活動のね初期の頃からもかい、まあ、解散っていう言葉がメンバーにちらついたかどうかは分かりませんが、えーとま、いつ止まってもおかしくないようなね怒涛のスピードの中で、えー、と活動していったことが、えー、よく分かると思います。こ、まあ、こういったところで,ですね えー、ラルクアンシエルっていうのは、まあ、そういったその脱退、えー、加入とかを繰り返しましてですね、えー、2020年現在、まあ、というかラルクアンシエルのメンバーはですね計、えー、7名というですねこれまたこの虹というバンドに対してものすごくこう奇跡的なニーズで構成されているというところでその初期のね初期の初期の,初期の、えー、ところの話をさせていただきました。えー、次回はちょっとデューのね、えー 本ちゃんの話をさせてもらってその後ねインディーズからメジャーに上がっていくまでのね奇跡をまた、えー、話していきたいと思いますので引き続きね、えー、チェックしていただければ幸いだと思いますはい、ではまた別の動画でお会いしましょうありがとうございました